どうも、おはようございます。5月3日になりましたけども、相場解説は今日はね、しませんけども、少しだけね、FX のことに触れていこうかと思います。まずはね、外科 EX のところで、経済指標カレンダーを確認します。えー、休場っていうふうになってますよね。5月3日、今日は休場ですんでありません。ですんで、ゆっくりと、自己勉強、自己学習に努めていただきたいんですけども、ちょっと前のページをクリックしてね、えっと、5月の2日をちょっとチェックしてみましょうか。 5月の1日がありまして、こちらの方ね、ちょっと強い指標ですけども、深夜に ISM が発表ありました。星3つですよね。これはかなり重要な指標だと思います。それから FOMC の1日目。これもちょっとね、強いんで、チェックしておきたいですよね。まあ、それに比べてマネタリーベースっていうのはあんまり影響がないかなと思います。で、無視です。で、ずっと進めていくと、5月2日。あとは、こちらですかね。 えー、この辺りがまあまあ影響するかなっていうところですけどもこれがどのように反映されているのかをちょっとね実際のチャートで確認してみましょうはいじゃあ1時間ですね1時間軸を見てみますけども大きく動いたところがありますねこれが先ほどお見せしたファンダメンタルズに 強く相関しているんではなかろうかと思いますけども、まあ私たちが考えるのはテクニカル的に解釈をすることなんですが、一旦ここでですね、下に下がったところで、天井を終わったブレークってのがあったことは前回お話ししました。で、ブレークで上の方に向かって、それが行動の限界点を迎えたところによって材料が入って、今度はね、強制的に下の方に引き戻されたってことになります。これをテクニカル的に解釈していくと、上底と過程っていうのがやっぱり、ね、レンジオプションで測れるようになってくるんですが、一つが、 やっぱりこの辺りで線引いてみたいかなと思います。本来ならこの辺で引きたいんですけども、ちょっとね、まだ、あの、大枠なんで、大きめに取っておきましょう。で、上の方も大枠ですよね。えー、要するに、ローソク足が、この黒い線にね、触れたか触れないかぐらいの、本当にこう、ちょっと余裕を持った感覚になってきます。とりあえず、これでレンジオプションを意識しておこうかと思いますね。価格にして上が137.775でしょ そして、下が136年22ランで、1円と50ピップスぐらいの幅があるよってことです。これがだん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 縮まっていって、レンジオプションの戦略に、そうしいところに落ち着くと思います。もしくはまた別のね、週明けに、連休明けに、5月の8日九日ですか、全く別のところに市場を作るかもしれません。ただ今のところはこういうふうに捉えておきましょうってことですよね。で、ちなみにデイリー見に行きましょうか。デイリーが興味深いです。どうですか ね、ファンダメンタルとは言いながらも、積み重なっていくとテクニカルに落ち着くっていうのが分かりませんかここと、ここですよ。うん、やっぱりね、急騰していくところにも、この限度があったってことがこういうふうに分かっていくわけなんですよ。これね、今だけじゃなくて、大抵ね、ファンダメンタルが起きた後もテクニカル的に解釈できるようにだんだんなっていくんですよ。だからテクニカルをまず身につけようってことを申し上げております。テクニカルは何かっていうと、 まあ、フォーメーション分析とかね、逆田法とかありますけども、当面はレンジオプションが攻略できるようなものは全部テクニカルで解釈がつきますから。レンジオプションで勝つために、今こうやってね、皆さんと一緒にやってるわけですからね。はい。じゃあ、ここまでで今日は終わっときましょうか。軽くさらっと触れるぐらいで今日はおわしまいんしときます。はい。また皆さんからね、ご質問も受け付けておきます。それから、あー精神力のページとかね、Q&A のページ、ちゃんと確認してくださいね。 えの、FX オリガルヒの方は、ね。<laughs> あのー、そっかぜく限定動画をご覧の皆様ちょっとそっちの方見れませんので、FX オリガルヒの方に、またね、ご参加の時には、充実したコンテンツがありますからね、それから、ものすごい早いサポートと、回答を一個たりとも漏らさないようなね、私のスキルがありますんで、技術がありますんで、それを伝授して FX でもう未来英語を勝てるようになってもらいますんで、FX オリガルヒ、これからもご期待ください。それでは、本日は以上です。お疲れ様です。